寒い時に書くのは何も寒い時に書きたいわけでないけども、三河を溶いてそれに墨をちょっと入れて書く、そういうのはね寒い時でないとできないの。マイナス5度以上でないとね。若い時はね、裸足で書いてた。足が真っ赤になってね、後で霜焼けになるぐらいね、書いてた。そうすると、気持ちの方もね、うんと高揚するね。いわゆるは、私は、ハングリー状態だと思うね。書っていうのは掘れば掘るほど深くて、やればやるほど次が見えてくるっていう感じがするのでね、大好きです。本当にこれでいいちょものができた時に私は死のうと思ったんです、若い時に。だけどもまだそれはできてません。少しいいなっていうものはねあるけども、自分が書いてこれは好きだなとか、これは少しいいなとか、ああここのところだけはいいなと思って、100% いいものはまだできてません。残念です。心が高揚するというかね、私はいつからか今日書く一枚が私の今日の最初であり最後である。いつ人間は書けない状況にならないとも限らないわけです。それでそういうことを思うと、今の書く一枚、それが私にとってどんな作品ができるのかなっていうので自分で楽しみにしてね。それだからだんだん書こうと思うと気がこう上がってってね、そして喜びであり、そして苦しみであり、そして何かできるかできないかわからないものの冒険でもあったと思います。そういうのがやっぱり嬉しくて次々書いてきたんだと思います。これ何言うけど、書道をやってるのは楽しいし、やり続けたいし、やりがいだしとも思うけども、やっぱり人間食べることが一番なんです。だから食べ物っていうのはね、幸せなことに体に入って体を作って出てってくれるからね、やっぱりそれを作るのが一番楽しい。ご飯です。ご飯です。早くおいで。はい、どうもありがとう。したら食べよう。それを自分で食べるんじゃなくて。いただきます。いただきます。みんなに食べさせるのが好きです。すごい。今まだ手も足も効きますけども、右手ができなくなったら、左手で書きたいと思うし、その左手もダメになったら口に筆を加えて書きたいと思ってるくらい思ってます。やめるということは全然考えていません。
荒野陽子と申します。